せいたしました。ただいまより DeNA に関する会見を始めさせていただきます。今までですね、DDT が運営してまいりました、DDT の若い力が主役のプロジェクト DDT ニューアティチュード、略して DNA なんですが、2017年の2月以降の大会に関しまして SP 広告株式会社さんに運営委託をすることになりました。それに伴いまして、大会プロデューサーといたしまして、桃色クローバー Z のステージ演出などを担当されております映像ディレクターの佐々木敦則さんに就任していただくことになりました。それに伴いまして、それに関して高木社長の方から一言お願いいたします。はい。DNA はですね、もともと DDT の、新人育成プロジェクトという形でスタートをしたんですけども、本当に思った以上に、選手の成長いやそれぞれのですね本当に個性が色濃く出る大会になってきてですね、これはその新人育成プロジェクトという形でやるのは間違ってるんじゃないのかなと、思い始めてきまして、でやっぱりその新人を新人として新人の枠で、扱うということはもうそれ以上にはならないんじゃないかなと私の中でもいろいろと思うようになりまして、これはもう本当一つの、独立した本当に DDT の、 その将来、を見据えての、プロジェクトにした方がいいんじゃないかなと、思いまして、この度ですね、DDT ニューアチ DNA をDDT が運営している限りは、いつまでだってもその株組織というですね、見方しかされないんじゃないかなと思いまして、この度その DNA の運営を、株式会社 SP コークさんに運営委託することになりました。はい、でやっぱりそのやるからには、本当もうそれぞれが主役となってね、輝いていける、場所にしたいなと思ってまして、総合演出の、プロデュースですね、佐々木敦則さんに、お願い、するとありまして、本当に心よく引き受けていただいて、はい、僕としては本当にまた新しいね、DDT、ではない新しいものが生まれるんじゃないかなという期待をしています。それでは佐々木さん、はい、お願いします。そうですね、僕のような外部の人間が、このようにプロレスという、フィールドに対して、力をですね、発揮、させていただけるのは非常に光栄なことです。昔からプロレス好きですし、本当にプロレスラーのことを尊敬しています。たくさんのことをプロレスから学びましたので、いろんな部分でバラエティとか、それから今普段やっている桃色クローバー Z とか、いろんな意味でその、プロレスから学んだことをたくさん取り入れて、演出に、しておりますので、そういった部分をまたプロレスに返していく、そういう作業ができればいいなと思っております。今回、武田さん、もともと新日本プロレスにおられた方ですが、武田さんとももう10年以上の中でずっと仲良くさせていただいて非常に信頼できる方であり、また高木社長もですね、本当に DDT というですね、もう20年になられるということですが、本当にこう奇想天外な面白いことを貫く、やりたいことを貫くというプロレスに関して非常に共鳴しておりましたので、高木さんとも何度か仲良く食事もさせていただいていた中ですので、2人からのですね、お誘いであったということもありまして、ぜひ、僕でよければということで今回は引き受けいたしました。SP 広告さんに運営をしていただく初回の大会が、2017年2月23日木曜日、新宿フェイスに、で行われます、ファイティングギグ DNA、エピソード30スターティングシグナル走れというタイトルに決定いたしました。こちらのタイトルは佐々木さんにつけていただいたということで、これに関して一言です。そうですか、はい。ギグという言葉を使います。ギグは音楽用語でして、小さな、ライブハウスで、ライブをすることを、
ギグと呼んでいるバンドグループもいます。結構、まあ昔で言うとあれですね、何でしたっけ、あ、ボーイだ。ボーイがずっと使っていましたし、今では騎士団さんとか結構よく大きな会場になっても騎士団を使ってたりで、それに影響されて若い人たちがギグという言葉を使ったりしています。ライブ感覚で非常にこう現場のその熱であるとか、そういったこうなんか地面から湧き立つそのなんか暑さみたいなものが伝わるもの、そういったあとなんか全体的な会場とお客さんとアーティストというか、まあ、今回このプロレスラーの方々になるんですが、そういった方々のこうスイングした形、そういったものをですね一体化して表現する言葉はないかなと思って、ギグがすごく当てはまるなというふうに思いました。非常にそういう意味で言うと、まあ、戦うギグ、ファイティングギグというふうに名付けさせていただきました。スターティングシグナルというのはですね、まあ、まさにもう出発の卸を上げるということですけれども、まあ、僕にとってはこの DNA さんというのはまだ未知なるものでして、まだ選手の方々も、最近ご挨拶させていただいたようなまだ間柄ですので、まだ彼らのことよく分かってないということがございますが、まあ、一つ言えることは非常に若いで、10代、20代の前半、非常に若い、人たちが多いので、多分彼らはまだプロレス界においてもまだ真っ白な方々なんだと思います。そんな中でこう彼らの青春ロードムービーというか、そういったストーリーをですね、これからまあ僕が、引っ張っていって、彼らが成長していく過程をですね、包み隠さず見せていくことが多分僕に任されたことなのかなというふうに思っています。ですので本当に彼らのその真っ白なキャンバスを、いろんな色で塗っていって、それで、今まで見たことのなかったような色に染めていって、まあ、DDT さんのライバルといえるようなね、ブランドにしていきたいというふうに思っております。そして、そんな、彼らに対して僕の、エールという意味で走れという言葉を使わせていただきました。まあ、走れはご存知かもしれませんが、ももクロの、アンセム的な曲で、あります。この走れという詩の意味を、彼らにも理解していただいて、まっすぐひたすら、前を向いて走ってもらいたいなという意味を込めて付けさせていただきました。ありがとうございます。それでは何か質問などございましたらお願いいたします。佐々木さんお聞きしたいんですけど、はい、まあ、その大会プロデューサー、プロデューサーということですけど、具体的に何かどういう形で、まあ、例えば映像を使ったりとかという形で演出されているんですか。そうですね、まあ、次の大会に向けていろいろプランを練っている最中ですが、まあ、僕にできることっていうのは多分、外側のまあ景色と、あと中側のまあ部分と両面やらせていただくことになると思います。で、中側に関しましてはまだまだ勉強不足でありまして、選手とのコミュニケーションもまだ取れていないので今の段階では、言えませんが、外側のまあ部分でいうと、まあ最も得意とする部分でありますので、会場に入った時に、お、ちょっとこれ今まで違うなと言ったようなビジュアルが展開されるような、ものにはしたいなというふうに思います。ギグというふうに名付けたのもですね、そういう意味合いが込められています。まあ、僕の、音楽ステージ、作るライブスタッフにも結構プロレスファンがいまして、まあ、非常にこう協力的にやってくれる、例えば照明さんにしても、それから美術のデザイナーにしてもですね、大道具にしても本当にプロレスファンが多いですね、音楽やってる連中が、で、彼らが要するに彼らのフィールドの持ってるノウハウをこっちに移行して、まさに、ギグのスタイルを取った、まあ、ステージというか会場が作れるのかなというふうに思っていますので、まあ、まずは身の丈に合ったことになりますが、そういう部分で改革していきたいなというふうに思っています。他にはございますか。高木社長、はい、こういうふうに託しようと至った経緯というのは、その新人の枠にはめちゃいけないっていうことだったんですけども、それはやっぱり大会を追うごとにそういうふうに感じてたのか、どういうなんかきっかけが、まあ、やっぱり大会を追うごとに、まず客層がですね、まあ、DDT も非常に女性のファン層が多いんですけども、
DNA はひょっとしたら半分以上があの若い女性のファン層で、まあ、彼らもともと構成されているのはあの10代20代の選手になるので、ひょっとしたらそういう部分が何かこうプロレスに新しい、まあ、流れを生み出す原動力になるんじゃないかなと僕は思ってまして、もともとは本当にその新人育成プロジェクトという部分で本当に若手興行の一気を出なかったわけなんですけども、最初からかなりクオリティの高いものを提供できた部分がありまして、でやっていくうちにこれはひょっとしたら将来的に DDT をに並ぶか、もしくは DDT を越しちゃうんじゃないのかなというような部分も、生まれて、まあ、考えが生まれてきてですね、であればやるなら徹底してその DDT の人間が作り出す DNA だとどうしても DDT の色も出ちゃうし、まあ、DDT のカラーも出るから、だったら違う、魅力ある方に丸投げをするのが一番いいんじゃないかということで、佐々木さんに全てを丸投げさせていただくことになると思います。私もですね、はためから全く一切口を挟めませんし、口を出しません。はためから一観客として DNA、眺めていたいなと思っています、はい、でも本当にすごく可能性は可能性はやっぱりこちらで感じてるんで、当然のことは DNA の選手がまあ今まで通り DDT に出ることも多分出てくるかもしれないし、最初のコンセプト通りだった DNA を卒業して DDT なのかバサなのか、それとも自分の道を選ぶのかわからないんですけども、そういうところも残してはいるんですけども、またそれはそれでね、新しい戦力が生まれてくるかもしれないし、そういった部分も含めて本当に期待したいなというところですね。今までは、月1回のペースで、はい、コーナーを中心にやったんですけども、はい、今後の興行ペースとかっていうのは、なんか変わったりですか？いや、そこは基本的には SP 広告さんの方で運営をやっていただけるということが、まあ、それはまた僕らもすごく勉強になる部分だと思いますし、やっぱりその先ほどもお話しあったように、武田さん、元新日本プロレスにいらっしゃった武田さんというのは、僕らもいろいろとお仕事を今でやってきた中で非常に僕らも勉強になる部分が多いにありましたので、やっぱりそうやっていかないと色って出てこないと思うんですよね。で、色が出てきてからどうしていくのかというのは多分皆さんで考えることなのかなと。もう僕らとしては、まあ、こういう方がいいかどうかなんですけど、彼らを、ね、預けましたという部分になると思うので、はい、だからそういったことも含めて、だから僕らも DDT としてもちょっとね、脅威に思わなくちゃいけないと思うし、僕らも勉強になってもっともっといろんなお互いに刺激し合えるような形でやっていければいいんじゃないかなと思ってますね。はい、それでは引き続きですね、DNA のメンバーによります、一言ずつ意気込みを聞いていきたいと思います。じゃあ上野から。上野由紀です。自分が一番の若手なので、ファイティングギグ DNA といえば上野由紀となるように、もっと練習を頑張って、もっと体を大きくして頑張りたいと思います。よろしくお願いします。DNA の島谷信弘です。今後 DNA がもっとステップアップしていくためにも、自分自身ステップアップしていくためにも、もっともっと頑張ります。よろしくお願いします。下村大輝です。来年2月から新しく始まるということで、18歳の最年少の自分が一番目立っていけるように頑張ります。お願いします。渡瀬瑞希です。今回 DNA が新しいステージに上げていただくということで、自分はそれを期待されていると感じていますので、そして、今まで以上にプロレスファン以外の音楽のファンの方などからも見ていただくチャンスが増えると思いますので、その期待に応える、超える戦いをして走っていきたいと思います。よろしくお願いします。岩崎幸喜です。今までと変わらず熱く全力でリングでプロレスをすることは変わらないんですけども、この DNA をより上のレベルに持っていけるように、自分が自覚と覚悟を持ってリングに集中していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、樋口川沢です。自分は、昨日で、デビュー2周年を迎えました。この2年っていうのはこの DNA と共に歩んでいた2年です。今回、3年目突入ということで、こういう新たな舞台を用意されたということで、もっともっとすごいものを見せれると思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、勝俣俊馬です。僕がこの DNA2 年前に旗揚げした時に思っていたことは、若手プロジェクトで終わるような DNA にはしたくないと、僕は思っていました。今回このような件で、もっともっと大きな団体に、できるチャンスになれだったので、僕たちが、頑張っていって、大きな団体にしていきたいなと思うのと、僕の、個人的な思いなんですけども、僕 DDT プロレスの方で、NWA というアイドルユニットをやってるんですけども、今回桃色クローバー Z さんの演出を手掛けている佐々木さんに演出をしていただけるというのは、僕はすごく楽しみに、すごいなんかいろんな思いがあるんで、それも楽しみに頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、マオです。運営と演出が外部の DDT 外になるということで非常に楽しみにしておりますが、やるのは自分たちなので、今まで以上に今までやってきたように、それを超えれるような若い力をどんどん皆さんに見せてできたらなと思います。よろしくお願いします。宮武卓です。今僕は肩を怪我して、1年近く休業しているのですが、こうやって新しい活躍の場チャンスをいただけたので、1秒でも早く復帰して、皆さんに、遅れを取らないように、先生復帰していきたいと思います。よろしくお願いします。レガイス、はい、今回一番にとって、はい、多分一番大きいのチャンスと思います。これからもっともっと頑張って自分のこの団体を、あ、誰もよりでも負けない頑張りたいと思います。はい、请大家多多注意这个 DNA 这个团体，请大家多多指教，谢谢。はい、ワンチュロです。世界の皆さん、このファイティング DNA ぜひ見に来てください。If you're in Japan, please come and see the new era, the new generation. Y para ustedes, para todos mis amigos, vengan a ver la nueva generación de DNA. Starting signal, 走れ！ありがとうございます。新しい DNA にどうぞご期待いただきたいと思います。